です。よろしくお願いします。私普段はチッポンという団体で歴史と演劇と地域で日本の未来を創造するというのをテーマに活動をしています。このポコポン歴史チャンネルでは歴史をポコポンとことん掘り下げて皆さんと楽しく歴史を見ていきたいというふうに思っております。では早速本日のどうでもいい豆知識、はい、本編に入る前にですね、明日学校や職場で使えるかもしれないどうでもいい豆知識を皆さんにお伝えしていこうと思います。今日の豆知識は吉田松陰先生、すごく節約家だったんですけども、一つだけ我慢できなかったのが大福の買い食い。はい、吉田松陰先生すごく甘いものが大好きで、もう本当にね、タバコも吸わない、お酒も飲まない、とにかく倹約だったんですけども、でも大福だけはどうしても我慢できなかったって自分であの家計簿みたいなの日記でこうつけてるんですけど、そこにも実際に書いているそうです。はい、ということで本日お届けするのは勝手に偉人総選挙第1位。第1位でございます。長い間かけてやってまいりました、こちらの勝手に偉人総選挙なんですけども、ついに今回がもうこの総選挙は最終回でございます。さあ1位には一体誰がランクインしたのか、あーニヤニヤが止まらないですね。では早速ご覧ください。第1位の発表です、どうぞ。では早速発表したいと思います。はい、第1位は高杉晋作さんよ。まあ分かってたけどね。もうだってランクインに影響しすぎてるから。はい、1位のための夫人がすごい。はい、全くでございます。はい、高杉晋作さん、あの小5の時に教科書を見て一目惚れしたたちでございまして、あの顔は全くタイプじゃないんですよ。なんだけれども、その顔写真、あの幕末の志士たち一覧みたいなわーってある中に一人見かけまして、見た瞬間にやっと会えたって思ったんですね。怖い。ハート書きましたもん。怖いよ、だって顔好みじゃないのになんでやっと会えたのね。思っちゃったんだもんね。だから小5から今までずっと片思いで大好きです。片思いね、一生実らないよ。実らない。あ、でも男性としてどうかって言われたらちょっとどうかなっては思うんだけれども、まあそれはいい。何として好きなの？じゃあ獅子として。獅子として好きなの？生き様が好き。何から話しますかね。ベスト3でいこうよ。制作さんのここがすごいって、ここが好きって、もうだって絶対尺伸びるからさ、ね、3つにまとめよう。そうだね。はい、第3位、ここがすごい、これを知ってほしい。じゃあ、はい、うん、じゃ決めた。はい、行きましょう。第3位は、はい、あ、どっちにしよう。2つだね。1つでいい、2つで。第3位、同率に2つ。はい。1つ目は、騎兵隊を結成したこと。なるほど。ですね。はい、騎兵隊とは、騎兵隊とは、あの時代って、やっぱり身分制度がすごいはっきりしていたんだけども、うん、そうですね、その中で、農民とかも全員入っていい舞台を作ったんですね、うんうんうん、身分にこだわらずそういう隊を作ったっていうのが晋作さんが初めてだったっていうふうに言われている。晋作さん自体は結構身分高いね、そうね、家柄でしたけどね。で、あと桜山神社っていう神社が晋作さんが建てたのがあるんですけども、あそこいいですよね、うんうん、あの神社にある桜山昇魂社っていうところがあって、うんうん、それも晋作さんはいろんな身分とか関係なく、その騎兵隊として戦った人たちだったりとか、ゆかりのある人たちを一律に功績日にして祭ってるとかね、関係なくて、ね、そうそう、みんな同じ、松陰、うんうん、先生だけ高いんだけれど、そこはもうね、別格ですね。はい、なのでやっぱりその今までになかった新しいものを切り開いたっていう意味で大きいエピソードだなって思います。はい、では同率第3位。はい、第3位は工場自決起です。あ、それ3位なんだ。3位、へー。これはですね、晋作さんがやったことで一番有名と言っても過言じゃないんですけれども、ね、うん、本当に長州藩が幕府側に傾いてた中で、晋、うんうん、作さんがたった50人で立ち上がって何百もの長州藩に対して決起をして、うんうん、で、それを反論を全部繰り返したっていう出来事ですね。うん、はい。はい、基本的に晋作さんの周りの人たちと、そしてあの伊藤博文さんが連れてきた力士の人たち、うんうん、とで結成した隊だったっていう。すごいことですね。反論をひっくり返
返すって本当にすごいことだなって。すごいな。そう、しかも有名な言葉も残ってますもんね。そうですね、長州男児の肝玉お目にかけますけども残っております。長州の藩の方には自分のお父さんとかいとことかもいたんだけれども、それとも戦っていったっていう熱いエピソードがあります。それ3位なんだ。それ3位。はい、じゃあ第2位は、2位は四国艦隊との条約ですね。あ、それ鉱山城より上に来るんだ。上に来る。へえ、なんで。これは4つの国が長州に攻めてきたんですよ、うん、でその時にあの負けちゃって長州が、うんうん、で条約を結ぼうっていうことになった時の条約結ぶ席に新作さんがこう派遣されて、ちょっと名前を獅子郎行馬っていう名前で偽って行って、うんうん、身分高い人として講和の席に立ったんだけれども、新作さんは上海の方に留学してたことが昔あって、うんうんうん、なのでそこで植民地になってる中国のその秦の状況を生で見てきてたんですよ。だからそこで日本に下関にちょっとだけでいいから寄る権利ちょうだいよって外国から言われたんですね。でもそれを許したら日本は確実に周りの国の属国になるっていう風に新作さんそこで瞬時に判断して、うん、他の条件はほとんど飲んだんだけれども、それだけは絶対に飲まないって言って、で日本は天照大神からうんぬんっていう日本の歴史を朗々と語ったっていう、うんうん、でその様気迫を見て外国の人たちも諦めて、うん、その最後のこの日本にちょっと寄るっていう条件だけは破棄したっていう話が残っていて、だから新作さんがそこでそれをしっかり外国の方に対して言わなかったら、そこにいたのが新作さんじゃなかったら日本はもうすでにどっかの国の属国だったかもしれない。確かにね。そうって思うと、それは大きいですね。そう、今の日本を守っているのはある意味この時の新作さんの行動。はい、ということで第2位です。あれ1位なんだろう。じゃあ第1位お願いします。第1位 は、 1位は三味線のうまさ、え、そして可愛さ。それ嘘でしょいや本当にね、この三次景色だよやったことはすごいんですよ、うんうん、本当にたくさんのもう花火が打ち上がるような、うん、生き様をね過ごしている方なんだけれども、うん、でもなんかそれとその熱さとかエネルギーとかパッションとかと同じくらいにすごい繊細だったりとか、うんうん、なんか可愛い一面があったりとかっていう、うん、そういうギャップ自体がやっぱり人間らしくて私はすごく素敵だなっていうふうに思っていて、うんうんうんね、さっき背がすごく低かったっていう話をしたと思うんですけれども、うんうん、でも長い刀が大好きで、腰から長い刀下げて引きずって歩いてたっていう話があったりですとか、うんうん、お酒が大好きで晩年結核で亡くなるんだけれども、うん、もうお酒は禁止だよっていうふうに言われたらワインは酒じゃねえって言ってとっくりにワイン入れてちょっとこっそり飲んでたりですとか、あと三味線も道中三味線って言ってね、うん、すごい分解できる三味線をいつでも持ち歩いてて、うんうん、で戦場にも持って行って三味線を弾いてたっていう話があったりですとか、はいはい、そうかと思えばそのお父さんに対してはどうしても頭が上がらなくって、どうしようどうしようっていうような手紙を残してたりとか、あと、うん、奥さんのねおまささんと妾の大野さんと二人いるわけなんですよ、うんうん、で大野さんと一緒にいるところをおまささんに感づかれちゃったりして、うん、おまささんがこっちにやってくるっていう風になった時に、うん、ちょっと自分どうしようどうしようもないっていう話を、うん、書いてる手紙を送ってたりですとか、うんうん、普段困ったっていう言葉は絶対言わないって言ってた新作さんなのにめっちゃ困ってるんですそこは困っちゃったそういう人間臭い一面がやっぱり魅力的だなって思うので、そういう新作さんのお茶目なところが第一です。なるほど、いいですか、ひとまずちょっと質問して、はい、私どうしても納得いかないのが、うん、あれ入ってないじゃん、あれってかあの人入ってないじゃん。どの人？先生が入ってないじゃん。松陰先生。そう、それでずっとランキングが違うなって思ってたんですけど、あのですね、はあ、もちろん書いてますよ、はあ、松陰先生は、はい、殿堂入りです。まだ1回目じゃん開催いや、ランキングするなんてことはしちゃいけない。なるほどね、はい、殿堂入りってさ、うん、何回かやってから入るものじゃないのそうとも言うかもしれない。何の殿堂に入ったのよだからずっと、うん、あれみたいな。だから新作さん1位だったら松陰先生2位なのかなとかさ、うん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 、だからあれみたいな。あ、だからあれって言ってた。ずっとそうなの。そうなの。殿堂ですよ、まごうことなき。何の殿堂か分かんないけどまあ順位はつけられないってことですね。そうですね、そこで判断できない人です。なるほど、レジェンド。レジェンドなんだ。もうみんなレジェンドだけどね、まあ、今挙げた人たち全部レジェンドですけど、レジェンドオブレジェンド
伝説中の伝説ということでして、はい、はい、そんなランキングでございました、うん、いかがでしたか皆様。やっぱりね、10位だけおかしいと思うんですよ、エピソードの紹介的に。なんか志についてのエピソード1個もなかったからね、言っとくけど。大好きです。他はお茶目なところとなんとかとかなんかちょっといろいろしたんだけど、うん、見返してみたら分かると思う自分で。はい、でもなんかこれで少しでもね、うん、興味持った偉人がそうですねいたらね、嬉しいです。調べてみたりとかしていただけたら嬉しいですよね。そうですね。そして皆様のトップ10は誰でしょうか。あ、気になる、知りたいです。ぜひコメント欄までお寄せいただきたいです。はい、ということで楽しかった。なんかね、疲れたな。結構な長さだよ、これ。そうだね、うん、気づいたらもう夜だもん。昼だったのに。明るかったはずだもん。明るかったはずだもん。マリさんどうでした。そうですね、でもやっぱりランキングつけることもすごい難しかったんだけども、もう一人一人が本当にめっちゃ素敵な魅力しかない偉人さんたちなんですよ。だから皆さんにもね、この偉人たちの魅力を知っていただいて、そして一緒にどこかで語り合えたらとっても嬉しいなって思うので。あ、いいですね。はい、ぜひ皆さん調べてみてください。なんか自己紹介とかでさ、10人挙げてもらったやつをさ、みんなに配ったオフ会とか楽しいね。あ、楽しい。全部書いてもらってさ、なんか神経衰弱的な感じで何人会うかみたいな。あ、確かにね。何人か入ってたらさ、もう友達じゃん。ね、友達だ。はい、はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。以上、勝手に偉人総選挙でした。勝手にあげまんランキング。あげまんって言うじゃないですか、うん、私が偏見と偏見と偏見でチョイスしたあげまんだと思う女性7人を、うん、あのパーマもなんか子供っぽく見られないようにパーマかけてたらしい、はい、1歳年上の姉さん女房さんなんですよ、はいはい、時々酔っ払ってふりをして大きい投げ飛ばすってことを日常的にやってたらしい。へー、